1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。 2,3 コース、それから4コース、5コースあたりいいスタートになりました。1周の1マークです。1番の先が1マーク先前にしますが、3番の石川が外全速で握ってこっと後方行ってアクシデントが起こっております。先頭争いは3番の石川がアウトコース、5番の中西が真ん中、4番の小池がインコースです。スタートは前提正常でした。なお1周1マークにおきまして6番柴田桃江転覆のため失格です。6番柴田転覆のため失格です。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。第12レース準優勝戦1秒前スタートしました。ダッシュ勢も伸びていきますが、1周の1マークインからしっかりと押し切るか。1番の君島、外全速回っていくのは5番の鈴木健一です。1番5番がやや膨らんだ、おっとここで5番の鈴木健一にアクシデントです。転覆の模様です。さあトップ争いは2番1番並んでいます。なおスタートは正常でした。まもなく第2ターンマークです。さてここは2番が待ってそこを指して1番の君島ですが、現在先頭は2番の中村誠、2番手1番の君島、後ろは3艇によります3番手争いです。12艇が2番1番、まもなく2周の第1ターンマークです。ここは先ほどの事故艇があります。5号艇の鈴木健一選手が1周の1マークで転覆失格。定金、松本、富山、佐口、川合、深見の並びです。スタートしました。ばらつきましたが1号艇、3号艇、5号艇とわずかに除いて好スタートで、逃げる体勢は1号艇の定金、差しのハンドル2号艇松本に、前田を割ってきた3号艇、あとは5番6番届かず、 V 側は4号艇の佐口バック側に入りますが、さあここは差しから2号艇松本陽平がトップに立ってリード4艇身、4号艇佐口、2番手優勢もアウトから3号艇、1号艇さらには内を伝って5号艇もやってきて、日中争い大混戦、スタートは正常。4号艇が2番手旋回、5号艇を回して懐ついてきた1番3番でホーム側に帰りますが、4号艇の佐口、2番手キープで一定心前、3番手に上がってきたのは1号艇の定金、現在ここで上位の体型は2番4番1番、レースは2周目2周の1マーク、トップは2号艇の松本、そして4号艇は2番手旋回、潜り込んできた3号艇を包むようにかわして回った1号艇の定金、バック側に入って上位の体型は2番4番1番、先頭から2番手2番手から3番手低間隔空きました。3番手1号艇の定金の後ろ、さらなく追走してきたのは3号艇富山で、これから2周の2マーク、1号艇定金の後ろから3号ですが、少し後席に乗っかってしまいました。3番富山にアクシデント、3番手1号艇定金のリードがここで広がって、上位の体型は2番4番1番で、レースは最終周回、先頭は2コースから差しました2号艇の松本陽平、2番手は4号艇佐口達也、3番手が1号艇の定金順次で、上位の体型2番4番1番です。3号艇の富山博之ですが、2周の2マークでアクシデント、失格となってしまいました。1番2番3番5番6番4番です。スタートしました。1コースから1番の橋口は好スタートを、3、4コースの2人も続いて1周1マーク、1番の橋口が逃げる、差しに構えて2番の笠原、ちょっと振り込んでしまったのは3番の真っ向で1マークアクシデントが出ています。スタートは前提正常でした。1番の橋口が逃げて2手身のリード、2番手に2番の笠原がつけています。1周2マークの旋回となります。1周の1マークではアクシデントが出ています。2マークを回ってホームストレッチに確定が移りました。レースはこれから2周目です。上位3艇は1番2番5番となりました。なお1周の1マークにおきまして3番の真っ向は妨害のため失格。1周の1マークにおきまして3番の真っ向は妨害のため失格。また5番の6番の土屋は演奏のため失格。6番の土屋演奏のため失格となりました。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。4コース角から一気の抜け出し、4番の市川好スタート、内側3艇抵抗できません、まくって4番の市川、真ん中割って6番の長溝、まくり出しの展開になる、後方では5番のマトリが振り込んでしまいました。アクシデントが出ています。1マークです。スタートは前提正常でした。
4番の市川まくって先頭、6番の長溝2番手、3番手は1番田中、残す展開です。2幕の旋回からホームストレッチへと移ります。なお1周の1幕、5番のマトリは転覆のため失格です。1周1幕、5番のマトリ転覆失格となりました。1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びです。スタートしました予選の第4レース。ただいまスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきまして6号艇の後藤隆義、6番はフライングため返還欠場です。6番に関する投票券発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、5番、6番、4番の台形今スタートいたしました。ちょっと外の方が早いスタートになってしまいました。一周一マークへと向かう先行争いでありますが、ここでゲストの皆様にお知らせをいたします。残念ながらフライング艇がある模様でございます。ゲストの皆様、お買い上げいただきました勝ち船投票券はどうぞ大切にお持ちいただきたいと思います。外枠の3選手、4番、5番、6番の3選手はいずれもフライングのため返還欠場。4番、5番、6番に関する投票権はすべて払い戻し返還になります。ゲストの皆様、投票権は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー勢揃ったスタート、ダッシュ勢は平川いい飛び出しですがどうか。スタート後はやや2コースから2番の宗行が出ていって直まくり観光、1番尾上抵抗、平川は間割ろうとしましたがもう一歩懐から4番大崎やってきました。スタート前提正常、1番尾上踏ん張り切りました。2番手争い、外には2番宗行、内側スルスル4番大崎がのし上がって、さあ大崎が尾上までプレッシャーかける2マーク、尾上振り切ります。2番手はズバッと打ち、人差しは2番の宗行春也で2マークでは一手、6番中村にアクシデントが発生しています。なお6番中村聡転覆のため失格、6番中村聡は転覆のため失格でございます。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コース、5コース、おー5コース、5番の中西はかなり突っ込んだスタートになりましたがゾーンには入っている。角から4番平川がまずは先手を打って、1番の野田はここはなんとか残していきますがどうか。6番平川にアクシデントが発生しています。なおこのスタートは前提正常なスタートでした。なおこのレース6番の平川香織転覆のため失格、6番平川転覆のため失格となっております。スタート10秒切りました。第1レース予選競争、進入台形インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。4号艇の塚崎スタート大きく立ち遅れています。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。4号艇の塚崎まさる出遅れのため返還欠場。4号艇の塚崎まさる出遅れのため返還欠場となります。4番の組に関する投票権すべて返還となりますのでお手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。内寄り好スタート、インから1号艇の山本がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の山本、察しは2号艇の青木、後方ではちょっと3号艇アクシデントとなっています。2号艇の青木が先頭、2番手4号艇の佐竹、3番手が1号艇の山本、1周1マークアクシデントがありました。3号艇の横井健太は沈没のため失格となっています。1番、2番、3番、6番、ダッシュは4番、5番です。スタートしました。2コース2号艇秋元、そして3号艇荻野、1号艇丸の好スタート、逃げる1号艇丸の、2号艇秋元、そして3号艇荻野まくるか、この内側から6号艇松井と4号艇春園が続く。逃げる1号艇丸の和樹が先頭、2番手争い外2号艇秋元、内側から迫ってくるか6号艇松井、判定審査、そして4番手から3号艇荻野あるいは4号艇春園が追走。スタートは正常です。2マーク1号艇丸のクリア、2番手握っていった2号艇秋元が6号艇松井岡
ラス、2番手に号艇秋元、3番手争い今度は6号艇松井の外頭から3号艇大木野が並んできまして3番手が接戦です。2周目に入って1番から1号艇丸の2号艇秋元、3番手は内側から6号艇松井が先回っていく、4号艇春園絡んでこの内を狙うのは3号艇荻野になりますが、ちょっと遠先が浮いてアクシデント、3号艇荻野、3番手は6号艇松井が上がっています。上位3艇は1番2番6番の順です。ここでお知らせいたします。2周1マークにおきまして3号艇荻野雄介は転覆のため失格となっています。1番2番3番ダッシュは4番6番5番です。スタートしました。1、2コース1号艇峰、2号艇白井が0台コーススタート、逃げ体制は1号艇峰龍太、2号艇白井がさして3号艇桐生はマークイザスか、内側から4号艇池田、あるいは左右茶5号艇新田が続く、逃げる1号艇峰が先頭、2番手は4号艇池田が浮上か、3番手内側から5号艇新田、外は3号艇桐生が続く、大外は6号艇石野、そして2号艇白井が続いてスタートは正常です。2マーク1号艇峰、4号艇池田がクリア、3番手5号艇新田が小回りから2番手迫るも、2番手は4号艇池田が外から優勢、内絞っていったら5号艇に行ったが3号艇キリを牽制するか、今度は3番手は接戦です。1マーク1号艇峰龍太、4号艇池田浩二の順、3番手は3号艇キリを先回っていった、切り込んでくる5号艇に行ったが内をつく、飛び込んだ5号艇に行ったが3番手行ってしまう、外から3号艇キリが食らいついて、この内側から5番手6号艇石の最後方2号艇白が続きます。2周第2ターンマーカー1号艇峰龍太、4号艇池田浩二の順、3番手5号艇新田が先丸がぶん回していったな、3号艇桐生順平フルショット、しかしながらちょっとバランス崩した3号艇桐生転覆、3番手は5号艇新田で上位は1番4番5番で最終周回です。なおお知らせいたします。2周2マークでは3号艇桐生順平が転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。大外強烈にトップスタートは6号艇の浜崎、1周の1マークを一気に攻めていこうと6号艇浜崎ですが、センター伸ばした3号艇大滝、2段で攻めていく6号艇の浜崎です。内から1号艇4号艇さらには2号艇となって先頭は3号艇です。センターから先にまくりました大滝飛鳥、1号艇宮本2番手、3番手からは6号艇浜崎、なおスタートは正常でした。2マークをトップで回りますのは3号艇大滝です。2番手あっと6号艇アクシデントです。上位体系は3番1番となっています。お知らせいたします。6号艇浜崎ジリア残念ながら失格、1周2マークにおきまして6号艇浜崎が転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。角からおっと際まで踏み込んで4号艇一気に3倍飲み込んでいった中島、1周1マークまくって4号艇外を続く5号艇小回り残しにかかって1号艇間を3号艇でバック側抜けますが、ここは4号艇優勢中島智和、スタートは正常です。スタートは正常でトップ4号艇中島、その後ろ2番手争い1号艇5号艇並んで外に3号艇も控えてスタートは正常です。1周2マークトップ旋回4号艇中島、その後ろ2番手争い先手を取る1号艇岡本の内を刺して5号艇外に切って3号艇でホーム側に戻って、先頭は4艇身5艇身抜け出して4号艇の中島、2番手争いは1号艇岡本の内から5号艇長尾がへさきをかけていまして、2周1マーク2番手5号艇が突っ張ってくる、1号艇そこを包みに行って両者競り合いながらバック側へと抜けていって内を小さく回って3号艇交戦会からバック側、2番手争いはつけ前に決めて1号艇の岡本が2番手に上がり、そして失速した5号艇長尾の代わりに3番手には3号艇どうしよう、4番1番3番の上位体系に変わって2周の2マーク、トップは4号艇の中島、2番手1号艇岡本、3番手で3号艇土壌が回って少し膨れたところ内からもう一度5号艇詰めてくるのは長尾、4番1番3番で3番手争い一定審査、内から5号艇の長尾がやってきてレースは最終周回に入っています。先頭は4号艇中島で2番手1号艇3番手争いは内から3号艇懐を狙って5号艇でバック側、2号艇の新で工事は失格となりました。2号艇の新では失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第4レース、外が3艇がスタートを除いたインカーを伸ばしていく1号艇の後藤、一瞬の1マークインカーに逃げる1号艇後藤のストーンを思いっきり握った3号艇の秋山直之、バックスレッジ3号艇の秋山、1号艇の後藤、3号艇1号艇並走となっています。なお1マーク回ったところでアクシデント発生となってしまいました。
スタートは前提正常でした。6号艇の澤大輔は転覆のため失格、6番は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。2コースから2号艇の厚みですが、これはスタートを踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。2号艇の厚み拓郎フライング変換欠場でございます。2号艇の厚み拓郎フライング変換欠場、2番の組に関する投票権はすべて返還となりますので、お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。これはちょっと早いタイミングがあったようです。1周1マークへ向かっていきますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票権はどうぞ大切にお持ちください。バックストレッチ側へ入っていますが、スタート早いタイミングがあったようです。ここでお知らせいたします。このレースはフライングがありました。4号艇島村、5号艇の高倉、4番、5番両選手はフライング変換決勝。この2艇に関する投票権はすべて払い戻し変換となります。お手元の船券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、6番、4番、5番の進入です。予選独占11です。スタートしました。1番、6番、4番、3艇交代。イニングは1の瀬高橋、秋山の3艇、1号艇まずはコーナー先手の城田明、2号艇、3号艇真ん中狙ったが3号艇ターンが流れた2号艇の後藤の差し旋回、1号艇の1の瀬よりも2号艇の後藤の方がじゅーっと加速していく。2号艇後藤陽介、前提スターター正常、トップで回った2号艇の後藤陽介、続き1号艇つけ回った思い切る1の瀬ですが、2号艇の後藤陽介、おっと後方絡むシーンがあったが、2艇アクシデントは5号艇小川、3号艇の麻生、6号艇の高橋厚美を少し煽りを食う状態で立ち往生か。残念ながらお知らせいたします。5号艇の小川光大選手、こちらは妨害、煽りを食う形。3号艇の麻生慎介、そして3号艇の麻生と6号艇の高橋敦美選手もどうやら接触があったのか立ち往生という状態です。5号艇の小川選手は縦への航路妨害、3号艇麻生、6号艇高橋も煽りを食う形で1番、2番、5番、3番、4番、6番です。スタートしました。予選の第3レース、さあスイートコント仕掛けていく6号艇の小川、インからは1号艇の三宅が伸ばしていく、1周の1マーク、インから逃げる1号艇の三宅、幕居差しは5号艇の中澤、差してきたのは2号艇の諏訪、さあバックストレッチ並んだ1号艇の三宅健太、5号艇の中澤和志、1号艇5号艇並走。スタートは前提正常でした。1周2マークの旋回、5号艇の中澤と思い切り握った1号艇の三宅、おっと5番の中澤危ないシーンとなってしまいました。大丈夫でしょうか5号艇の中澤和志、レースはこれより2周目に入ります。さあ先頭争いは2号艇の諏訪、1号艇の三宅、2号艇1号艇並走、2周の1マーク、2号艇諏訪と思い切り握った1号艇の三宅健太、バックスイッチ先頭は2号艇の諏訪忠宏です。そして2番手が1号艇の三宅健太、なお5号艇の中澤和志は妨害のため失格、5番は妨害のため失格となりました。シリーズの4日目、迎えた予選の第7レース、なおこのレースに出走予定でした2号艇細川明人選手は負傷のため欠場いたします。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。予選競争第9レース、2号艇、3号艇、4号艇若干覗いて仕掛けるのは2号艇の杉山博成がまくっていく、インから応戦1号艇の古澤、間から3号艇の長谷川、そして4号艇の郷原翔平、向こう正面は4号艇、3号艇、2号艇並走。スタートは前提正常でした。4号艇郷原、3号艇の長谷川岩尾、2号艇の杉山博成、3艇並びました。西口から4号艇の郷原が先行してくる、さす3号艇の長谷川岩尾、2号艇
では交代です。そして2マークでは一手アクシデント発生となりました。先頭争いは3号手の長谷川と4号手の郷原が並走、3番手には5号手宇佐美純となっています。1マーク、さあ先頭争い、3号手の長谷川に対し4号手の郷原翔平、ここは届きませんでした。先頭は3号手長谷川岩尾、2番手が4号手郷原翔平、3番手は5号手宇佐美純です。なお2マークでは6号手松村光太が転覆のため失格、6番は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番6番5番でスタートしてきました。トップスタートは1コース1号艇の佐藤でした。一周一マークそのまま佐藤が先行、2号艇差しに向ける、あと3号艇6号艇握って運んでいきました。1番の佐藤が何とかこらえての逃げ切りというところ、差して近づいた2号艇の岩永です。岩永さあ懐へさきを少しかけてきます。後ろは残る4艇、内側から5番4番6番3番の接戦、スタートは前艇正常、2マーク先取る2号艇の岩永、懐開きましたが1番失速、アクシデントになりました。先頭は2号艇の岩永、2番艇から後ろ6番3番その後4番5番となっています。先頭2号艇の岩永、追走は6号艇3号艇3号艇6号艇接戦です。なお1号艇の佐藤は1周2マークにおいて落水のため失格となっています。アウトに5号艇永畑雄介、6号艇永田圭司でスタートしていきました。バクダリ3対3でしたが、内2艇1番と2番スリットを先行していきました。まずは1号艇旋回する小松、振り込んで危ないところになりました。察して2号艇の上村が先行、外を運んでいった3号艇にあとは4番6番と並んで、6号艇4号艇3号艇2番手争い、少し遅れて5番となっています。なおスタートは前艇正常でした。1号艇の小松は1周1マークにおいて転覆のため失格となっています。ボートレース大村発祥地ナイター G3 朝日ビールカップシリーズの3日目、レースコースは第6レース夜勝ち戦予選競争を迎えています。なおこのレースに4号艇で出場予定でした小松拓司選手は前半レースにおいて負傷したため欠場となっています。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。センターアウト勢がわずかに好スタートです。1周の1マーク伸び返す1号艇先前埋めないよ、2号艇3号艇握り合って両頭と、あっと危ない危ない危ない、3艇もつれた。バックアイ抜けてトップは1号艇埋めないのうちから4号艇の永瀬が並ぶ、そして6号艇中島がそこから5艇身遅れの3番手でスタートは正常でした。1周2マーク、トップ争いは内から4号艇野永瀬が先手、1号艇差し返して埋めない、3番手で6号艇中島戻ってホーム側です。お知らせいたします。2号艇の伊藤雄二が妨害失格、2号艇の伊藤雄二は妨害失格で、3号艇向田裕樹と5号艇浜崎誠も失格となっております。